こんにちは、まさに6494です。今回はこれから自殺をしたいと考えているあなたへ大切なお話がありますという動画になります。はい、ということで自殺希望者の隠れ家という、再生リストがあるんですけど、その関連でここ最近というか、出してからなんですけど、ちょくちょくと死にたいんです、自殺したいんですといった方から連絡をいただいていて、それで話したりしていてっていうことが、結構頻度が高くなってきていて、お話しする内容としては、特に自殺しないでくださいとは言わないです。はい、止めようっていう気持ちというよりかは、今思ってることとか考えてることとか、そういったことを話せる環境があればいいなってすごく個人的に思っていて、そのことでそういった場を設けてるんで、話せない人に話せないとか、身近な人に話せない内容とか、そういったことがあって、すごくテンションというか気持ちが下がっているって言った人でも、気軽にコメントしていただいたりとか、ツイッターもやってるので、ツイッターのダイレクトメールもいいですし、あとヤフーメールでも大丈夫ですので、コメント、またメールを送っていただければ、返させていただきます。そういった環境があるだけで、すごく気持ちが誰にも喋れないまま自殺するのと、誰かに喋って、少しでも気持ちが和らいでから死ぬのとでは、ちょっと意味合いが違ってくるんじゃないかなと、その死ぬ瞬間とか。そこが、一つ、助けられる、救えるというか、そういった、大きい言葉では言えないんですけど、そういったことができればいいなと思って動画出しているので、もしよろしかったらお話を聞かせてください。時間帯によって返事返すのがすごく遅くなってしまうこともあると思うんですけど、この関連の内容に関しては、確実にちゃんと見れてれば見逃すこともあったりするので、それは申し訳ないです。ただほぼ 100% 返事の方は書かさせていただくので、気軽にお話ししてきてください。はい、たまにこういった動画を毎回出していきますので、その都度でもなくても普通に連絡していただければ大丈夫です。はい。ということで、今回はこれから自殺をしたいと考えているあなたへ大切なお話がありますという動画でした。それでは。